ニュースです。嵐は活動中より仲いいかも。松本潤の報告。2022年2月24日放送の徹子の部屋に嵐の松本潤さんが登場。黒柳徹子さんから、嵐5人で集まったりなんかはしたの？との質問に、松本さん、してます。それこそ1週間前ぐらいに。今年入ってから初めてかな。5人で揃ったのは、みんなで新年会じゃないですけど、ちょこっと集まって、正月何やってたの？みたいな話しながら、みんなで焼き鳥食べてました。